はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日また久々にですね、熊谷にございますゴールデンタイガーさんにお邪魔しております。というのも本日はいただくメニュー、限定メニューが一つと、ちょっとね試作品で、提供する予定の新メニューが一個ありますってことで、本日はそちらの計2種類いただこうと思っておりまして、とりあえずねこの限定つけ麺もう目の前に到着しております。こちらでございまして、本日はつけ麺の方、麺 1.5 キロでございます。でプラスアルファでつけ汁も3種類いただいておりまして、こちらが限定のつけ麺、この2種ね僕の大好きなつけ麺なんですけれども、こちらがねトマトつけ麺とタイガーつけ麺でございますね。いやーもうねこの撮影に向けて今日何も食べておりません。もうめちゃめちゃ空腹でございますので、早速ねいただこうと思います。いただきます。まずは、限定とかをいただく前に通常ね提供しております僕の大好きなタイガーつけ麺の塩のつけ汁からいただいていこうと思います。ちょっとつけ汁の前にね麺をね、よいしょ、これですよ、めちゃめちゃ綺麗ですよね。いただきます。あーうまい。このコシですよ、めちゃめちゃうまい。うん、そしてちょっとこちらのつけ汁に浸していただきます。うん、うまっ。あーやっぱ好きだこれ。やっぱりね、このタイガーつけ麺は背脂のね香りがかなり強めに出てるので、それがねこの麺の風味とめちゃめちゃ合うんですよ。うまいな。止まんないわ、やばい。キャベツと、うまっ。今日つけ麺はね茹で前で 1.5 キロお願いしてまして、メニュー来た時はねちょっと多いかなと思ったんだけど、余裕ですわ、これ一瞬でなくなってしまう。これチャーシューでございますね。チャーシューはこんな感じでございます。うまっ。ちょっとね麺がなくなってしまうので、お次のつけ汁でございます。こちらトマトつけ麺いってみましょう。トマトもいただきます。うん、うまっ。トマトも今日もうまい。
トマトの漬け汁はトマトっぽい爽やかさもあるんですけれども、お肉感これもしっかりあってコクがめちゃめちゃ強いんですよ。例えるなら本当にうまいミートソースっていう感じ。このゴールデンタイガーさんの麺にものすごい合います。僕のね動画内の方では何度もね宣伝というか、まあ、説明してるんですけど、これねタイガーつけ麺とかトマトつけ麺、ゴールデンタイガーさんねオンラインショップもあってこれ購入することができるんで、ちょっとねこれ皆さんにもぜひ一度味わってもらいたいです。めちゃめちゃうまいです。食べる前に最後の漬け汁いっちゃいましょう。こちらの漬け汁が SST というメニューでございます。こっちもピリ辛でラー油のような風味もあるんですけど、それよりもなんかフライドオニオンに近いようなこの香ばしい香りがしっかりあって、めちゃめちゃうまい限定ですねこれ。これうまっ。ちなみにね、商品紹介も含めて撮影し始めて今10分ちょっと、まあ、12、3分なんですけど、もうね、麺がないです。あれ、波って何グラムでしたっけ？200です。200。ごめんなさい、夢中になりすぎて味変でねレモンいただいてるんですけど完全に忘れておりました。卵と、そしたらこちらの味玉が最後でございます。ということで、ただいまねつけ麺三昧でいいんですかね完食させていただきました。よろしくです。そしたらこれねつけ麺、僕今日はねちょっとこの後 TKM っていうその新作のね、メニューを食べる予定なので、ちょっと匂いが分かんなくなっちゃう都合上汁ねこれ飲まないんですけれども、通常はねお湯飯だったりとかトマトでしたらリゾットなんかもできますので、これ食べ終わったらぜひ皆さんもこう試してみてください。はい、ということで、ただいまね2杯目到着いたしました。これ2杯目はねもちろん皆さんご存知かとは思いますが TKM、まあ、卵かけ麺でございますね。でプラスアルファここにね乗っかってるのが不定期で販売しているビャンコという平麺体っていうんですかね、もう本当に1枚丸々乗っかった麺でございますね。でこれね今回いただく TKM 何が違うかっていうと、この燻製の油とか醤油を使って普段とはね違った TKM になってるそうで、これ実際に販売する際は、もしかしたらトッピングとかなるかもしれないんですけれども、今回は特別にその醤油の返しの方にすでに入れてありますので、もう器からだいぶね燻製の香りはもう漂っております。ちょっとね、これいただきます。皆様本当に申し訳ございません。こっからね燻製 TKM 食べてレビューをするんですけれども、テンさんとねこのメニューについて熱く語りすぎまして、ちょっとねこれ動画に使うには違うなっていうような、そんな感じのね内容、濃い内容のお話をしすぎまして、今回はですねちょっとナレーションベースでこの燻製 TKM のレビューをさせていただきたいと思います。ナレーションベースと思って動画を消そうと思ったそこの皆様、ちょっとね最後にお得な情報もございますんで、ここねもし興味がなければ飛ばしてもらっても結構です。ぜひねエンディングの方まで見ていただきたいなと思います。
で、こちら元々の TKM、まあ食べたことある人ない人いろいろいると思うんですけれども、かなりね麺のコシが強い上に香りも強くて、そこにねこの卵黄のコクだったりとか醤油の風味、これが合わさってて本当にバランスのいい一品なんですが、そこにね燻製が一つエッセンスとして加わることで、かなりね食欲が湧き立つというか、このね香ばしさ、これが絶妙なバランスで、僕はねもう一口食べた時からめちゃめちゃ美味しいなと思いました。ただ燻製にするにあたってお醤油や油なんかもいろいろ種類があるので、この既存の TKM に一番どれが合うのかっていうのを現在は結構悩まれてるそうなので、実際の販売期間っていうのはもうちょっと先になるかもしれないんですけれども、これがね製品化した場合にはもう本当に今あるつけ麺と通常の TKM に加えてもう3本柱になるような、もう推しメニューになるんじゃないかっていうレベルでマジでうまかったです。それとね、トッピングでいただいたビャンコ、こちらはですね以前のゴールデンタイガーさんの動画の方でも紹介はしているので、まあ、ちょっとある程度割愛していこうかなと思うんですけれども、やっぱりね普通の麺とは違って幅広になってくるので、より通常の麺よりも小麦の感じ、まあ、香りだったりとか甘みっていう部分がかなり強く感じるので、これはこれで同じ小麦を使った同じ麺体ではあるんですけれども、全く食感から味わいも違うので、これがねもし限定で販売された日にゴールデンタイガーさんにお伺いすることができるのであれば、ぜひねこちらもトッピングしていただきたいなと思う一品でございました。まあ正直ね、こちらの燻製 TKM まだねいつぐらいに販売するかっていうのは未定なんで、ちょっとね明確には言えないんですけれども、実際にね販売した際にはちょっと僕も我慢できないなと思うぐらい美味しい一品でしたので、多分ね動画撮りに行くと思うんですよ。なので、まあ、そのね動画を見てくださって、そこからお店に行っていただければ確実にねお店の方でも販売していると思いますので、その際は皆様もぜひこちらの燻製 TKM をお店の方でお楽しみください。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、つけ麺三昧と、まあ、新作のこの燻製 TKM、いただいてきましたが、やっぱりね、もうどれ食べてもめちゃめちゃ美味しかったです。まあ、つけ麺に関しては、まあ、ちょっとね、限定メニューが入ったので、皆さんがお店に来る際にはないものもあったりはするんですが、トマトつけ麺とタイガーつけ麺は常時あるレギュラーメニューでして、本当にめちゃくちゃ美味しいです。やっぱりゴールデンタイガーさんといえば TKM みたいなイメージあるんですけど、僕ね、初めてこのゴルタイさんに来た時は、どっちかっていうと、つけ麺に、まあ、惚れたというか、恋をして、もう何度もね、足に通っているので、まあ、ぜひね、TKM だけではなくて、皆さんにもこのつけ麺食べていただきたいなと思いますし、この燻製に関しても、まだ製品販売するメニューではなくて、試作中ではございますが、これね、完成した暁には、まあ、Twitter 等にも出ると思いますし、その際にはね、皆さんもぜひ食べてみてください。またですね、ゴルタヤさんからありがたい、まあ、お言葉をいただきまして、ちょっとね、皆様に朗報でございます。僕が大好きな、このタイガーつけ麺とトマトつけ麺に TKM と、これね、僕の大好きなこの3種類のメニューをセットにしたラスカルセットというものが、この動画を公開してから約1ヶ月ぐらいの間、ちょっとね、普段の商品よりも割引して販売していただけるキャンペーンをされるということでして、通販ページについては概要欄の方に記載がございますので、ぜひね、この動画を見て、食べたいなと思った方は、この機会にこの美味しいつけ麺と TKM 食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。じゃあねー。